今年は有力馬4頭が、あのダンスインザダークの3区であります。菊花賞をものすごい切れ味で制したダンスインザダークに続けとばかり、春の天皇を盾に、さあ力と力の勝負、 3200m の天皇賞、今スタート、揃ったスタートを切りました。イングランディレコースタートであります。内から押しながらホンダのアルアランが行きました。外からはシースルウォール、イングランディレ無理をせず3番手、その後ろ13番のエリモシャルマン東方シデン、ダンツフレームがいて、タガノマイバッファはその後ろ、それからイエローボイスであります。そしてトップコマンダーです。1周目の坂に向かいます。折り合いが肝心です。マイネルアンブルちょっとかかっている。その外の方へアクティブバイオフィシミラクル、4番の鶴丸ボーイ、その後ろに武豊の大宅バートラムが続いている。サンライズジェガーであります。あと後ろ3頭にファスト立山がいます。8番のトシザブイ、離れたしんがりのポジションに15番のマイネルプレーリー、こういう風に18頭フルゲートが思い思いのポジションで1周目の第4コーナーのカーブに入ってまいります。スタートしてからの半マイルをちょうど今通過して50秒であります。逃げるのは2番のアルアラン、そしていつの間にか2番手にタガノマイバッハが上がっています。タガノマイバッハが2番手に上がりました。スタートしてからの 1000m を通過、1分1秒台。3番手にシースルウォールでありますエリモシャルマン、4番手東方シデンが内内を行っています。大歓声が起こりました。その外へイングランディーレ、それからイエローボイス、鶴丸ボーイ、その外へダンツフレームが続いている。そして大宅バートラムと武豊、インコースぴったりを回っています。これと対照的にもう一頭の緑の帽子のシミラクルは外外を通って後方から 5,6 番手であります。さあ第1コーナーから第2コーナーに向かいます。スタートして間もなく 1600m にかかろうとしております。先頭はアルアラン、高野マイバッハが2番手で1600を1分39秒で通過している。3番手にシースルオールであります。さあ向こう流しに入りました。燃え立つような緑の中を向こう流しに入っています。この辺りエリモシャルマン、東方シデン、イングランディーレがいます。そして黒い帽子4番が鶴丸ボーイと横山範弘であります。7番がダンツフレーム、そのインコースぴったりと武豊の大宅バートラムが続いているシミラクルがいます。その後ろにトップコマンダーサンライズジェガー、ファスト立山追い込みにかけます。外をちらっと伺ったアクティブバイオ、そしてその後ろトシザブイ、こんな展開であります。さあ風薫る中、勝負どころの第3コーナーにかかります。坂の頂上に向かいます。アルアランの外へぴったりと、タガノマイバッハと安藤克美、馬体を合わせにいったシースルウォール3番手、エリモシャルマン4番手、その後ろイングランディーレ小林純一が手綱をしごいた。その後ろからシミラクル、今日も早めにシミラクルが動いている。内々で溜めるように鶴丸ボーイ、その外を大宅バートラム、それからトップコマンダーと差を詰めていった。その後ろからアクティブバイオサンライズジェガー、白い帽子ファスト立山で、さあ第4コーナーの植え込みカーブに入ってきた。アルアラン、タガノマイバッハ、タガノマイバッハ、安藤克美はちょっと外を気にしながら先頭に変わっている。タガノマイバッハ先頭だ。外の方から一番外からシミラクル、さあ俺は菊花賞馬だ、シミラクルだ、ダンツフレーム2番手に上がる。おお、外からサンライズジェガー飛んでくる。大宅バートラムはまだ伸びない。先頭はシミラクル、内から鶴丸ボーイ、大宅バートラム、サンライズジェガー、シミラクルです。2着はサンライズジェガーです。シミラクルです。角田光一です。やっぱり菊花賞馬です。春の天皇を盾はやはり菊花賞馬の頭上に輝きました。放送席、それでは角田騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。強いレースでしたね。そうですね、まあ人気はあまりなかったんですけど、まあ京都のね、3200だったんでチャンスはあるかなと思って。道中どう考えていったんですか。そうですね、まあ後ろからとはっていうか、まあ後ろにから行くとは思ってたんですけど、まあ、早めに外出せて、早めに仕掛けれたらっていうイメージを持って、はい、作戦通り。そうですね、まあ、ちょっと手応えがずっとなかったんで不安といえば不安だったんですけど、まあ、最後までバテずにね伸びてきてくれたんで。角田さん自身も天皇賞初制覇でどんな感触ですか。まあ、本当に嬉しいです。はい、これで菊花賞馬が見事な復活を遂げたと思うんですが、これからの期待どうでしょう。そうですね、まだやっぱ追走とかにねもうちょっと楽についていけたらいいと思うんですけど、それまでがちょっとまだなかなか自分のペースとね合わないんで、まあ、そこら辺がまだ課題なんですけど、
今日のレース最後後ろから来る馬怖くなかったですか。うん、まあでも早めに早めに行ってる分ね、まあ、後ろから来られる分にはしょうがないんですけど、まあセーフティーリードを取って、まあバテないっていうのが強みなんで、それだけを考えて応援してくださった皆さんに、そうですね、まあもうちょっと短いところでも活躍しますんで、よろしくお願いします。おめでとうございました。角田騎手でした。